皆さんこんにちは、泊まりしほです。すみません、ソーリー。皆さんこんにちは、泊まりしほです。今日はスーパーの紹介をしたいと思います。はい、というわけでまずペットボトルをね回収したいと思います。これは何ですか？まずペットボトル、水を買うときにプラス 0.25 を多く払ってて、でそれのデポジットリサイクル機です。ちょっと昨日5本ぐらい持ってきちゃったんで今日は2本しかないんですけど、入れて押して、そしたらこうやってレシートになってきますので、レシートになってくるので、買うときにこれも一緒に出したらマイナス 0.5 引いてくれるっていう感じです。いきます。野菜コーナーです。果物ね、間違えた、果物ですバナナを買います。自分の欲しい分をこうむしって、言い方3本むしってで、ここで重さを測ります。でバナナこれだから、そしたらねこうやって出てくるので、これをいくらですかそれ？3本で 0.5 ユーロなんで60いくら、60円ぐらい、70円、80円ぐらいかな。自分の欲しい分買えるのはいいです、うん、っていう感じです。袋に入れます。野菜コーナーです。ナス、これキュウリ、ズッキーニ、ズッキーニか、ズッキーニでしょジンジャー、でか、怖い、わら人形みたいトマト、なんかトマトはこっち豊富だと思う、うん、めっちゃ安い。こっちに来てトマト食べれるようになった。キュウリでかい、もうキュウリは本当に無理。でかいよね普通に。秋ということで柿とかぼちゃ、北海道かぼちゃって書いてある、 0.89。 でもこっちほんとハロウィンっていう感じがあんまりなくて、もうすぐクリスマスモードに入りそうです。こっちでは本当にスーパーでもパンがめちゃくちゃ豊富で、しかも安い。ずれてるかわりに行くよ、安い。白いパンよりすごいいいって、こっちでもすごい、こっちに来てからもすごい言われたんですけど、めっちゃ売ってるけど、なんか死ぬほど何賞味期限がね長いんだよね。あ、でもこれそうでもないわ、10月29だったけど、あ、そう、こっちは賞味期限の見方が逆、29日10月みたいな、注意してください。最近アジアショップ行ったら多分その読み方が普通だから、もう賞味期限普通に切れちゃってるやつとかもあって、気をつけてください。こっちはねチョココーナーです。このミルカ、オーストリアにも売ってたんですけど、でもオーストリアより、あ、オーストリアとミルカは一緒かな。でドイツのチョコがリッタースポーツっていうやつが多分ドイツのやつで、でオーストリアの時は普通、今普通の値段で 1.19 なんですけど、普通の値段が 1.99 とかでした。だからこれが普通に 0.5 とかになる時もあるから、めっちゃ美味しくて、これが一番の私のおすすめです。
何味ですか？ココナッツ。なんか全然ココナッツとか好きじゃなかったけど、もう食べてみたらめっちゃ美味しくって、これがお気に入りです。で、よく買ってるのはここら辺のなんかシリアルバーみたいなやつを、まあ、ちょっとお腹空いた、小腹空いたなとか練習前とかに食べてます。で、いつもはこれじゃないな、これだ、こっち、これ買ってたんですけど、そう、高いから最近はこっちに乗り換えました。購入、はい、ハリボなんですけど、ハリボもドイツだよね。そう、ドイツで、だからめっちゃ安い。もう日本で買ったら何、200円とかそれ以上ぐらいすると思うんですけど、普通に120〜130円ぐらいで買えます、うん、めっちゃ種類も豊富だし、まあ、グミが好きな人は嬉しいと思う。うち的にこれおすすめなんだけど、このカエルのやつ、トマのおすすめグミ。これ友達に買ってったら、カエル嫌いやのにってすげえ言われて、本当ごめんなさいってなりました。すいません。ナッツ、こっちに来てから、てかまあ日本にいる時もナッツめっちゃ好きだったんですけど、なんかコンビニとかで売ってるやつってめっちゃ少ないのにめっちゃ高いから、あんまり買ってなくて、ほんとたまに買ってる感じで、まあ、こっちでもね普通に安くはないけど、なんか買っちゃうよね。なんかもうなんで、なんだろう、ドイツに来てからはもうほんとオーストリアの時はもうチョコチョコチョコみたいな、さっきのミルカとかリッタースポーツめっちゃ食べちゃってて、もう太っちゃったんですけど、でももうドイツに来てからはもうナッツ、もうチョコよりナッツって感じで、いつも買ってるのは、まあ、こっちかこっちだな、その時の気分で。こっちは塩が入ってるピスタチオ、こっちは塩なしのやつ、まあ、気分で買ってます。まだ10月のね初めなんですけど、中旬か、中旬中旬だなんですけど、もうね、さっきにかぼちゃの時に言ったんですけど、もう完全にクリスマスモードです。ちょっと持ってみて。結構重いよ、ほんで。何、ちょっと絵が見えない。さすがです。やべえよ、50本。完全にもう業務用だ ね。よいしょ。やっぱなんか加工肉が豊富、なんかサラミとか、このまま食べれるよね、ハムとか。そうそう、もう食べれるやつ。本当にこっちの生ハムはマジでうまいと思う。安いよね多分、日本で買ったことないけど、生ハムは本当に、弟とお母さんが遊びに来た時に弟もめっちゃ食べてた、ビールと一緒に。おすすめです、こっちの生ハム。肉です。こちら肉。ハツ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 。そう、あとこっちのもも肉は骨付きだから、調理するってなったら自分で骨取らなきゃいけない。こういうのね。うちは丸々。種類がマジで全然なくて、まず、まあ、ドイツは海一応あるけど、オーストリアの時は海がなかったから、どこから来たっていう、まず魚って感じで怖くて、けどサーモンをね、あんまり好きじゃなかったんですけど、日本にいた時は生とかスモークサーモンとか生のサーモンが、けどたまにこの、こういうのを買って魚を取ってます。昼にご飯炊いてサーモンと食べたり、あと味噌汁みたいな感じで食べたりしてます。そんだけです。
用なし。かわいい。あ、見て、日本のお酒じゃないこれ。見たことないけど。ワイン、ここら辺は多分白、これ全部白だ。ロゼだね、全部。こちらはロゼで、こちらが赤ワインになっております。そう、もう本当にドイツといえばビールって感じなんですけど、めっちゃ安い。もう箱で20本で 16.4、 1本 0.82 だから1本100円ぐらいで買えます。結構みんな飲んでるのこれだよね、うん、スペックスか、こっちのフロンバーヒア、こっちの方が安いけど。安い、あんまビール飲めないからあれだけど、美味しいらしいです。もう試合後とかめっちゃ飲んでる。みんなどっから出てきたんっていうぐらい、みんな箱から出してきて、はい、頼むかー言ってって感じです。あとヨーグルトなんですけど、マジで種類が豊富で、どんだけ種類あるっていうぐらいで、多分安いと思う。普通に私がいつも食べているのは、このギリシャヨーグルトの蜂蜜です。いくらそれ？これ今は 1.89 だけど、安い時に 1.19 とかになった時に2個買いしました。何個入り？4個。こはアジアショップじゃないかアジアコーナーです。でここがね、まず全部なんかその世界中の食事、調味料とかね、調味料とかそういうのが食材系売ってるところなんですけど、ほんの一部だけアジアコーナーがあって、あんまりここで買ったことないです。そう、あ、ジャスミンだった。寿司ライス。なんか一回あの焼きそば作るってなった時にタレがないってなって、オイスターが照り焼きのやつ、オイスターだと思う、オイスターソースを買ったんですけど、マジ甘すぎてびっくりした。麺はね、その麺ね、でも全然美味しかったし、みんなからも好評だったんで良かった。でももう作りたくない、量が多すぎたすごかった、でも全然美味しかったです。はい、というわけで今からセルフレジをしていきます。でちょっと一番見せたかった卵がねなくてショックなんですけど、また機会があればいつも買ってるんでそれを見せたいと思います。まあこんな感じでいつもこういうスーパーで食事しています。というわけで今日も見ていただいてありがとうございました。また次は何になるか分からないんですけど配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。